皆さん、本当にありがとうございました。しかし、民主党の目指すべき政権交代ある政治、そして政権交代、これは容易なことではありません。皆さん一人一人全員の力が必要です。その高い目標に向けて、私と共に一緒に、この苦しい道を 乗り越えていこうじゃありませんか皆さんよろしくお願いします国会も始まりますしっかりとした議論が必要ですそして都市地方選挙参議院選挙衆議院選挙一つ一つ乗り越えていくそしてその前に国民の皆さんの信頼を取り戻していくぜひ 一緒に頑張りましょう私は、まあ、今回の選挙の結果、本当に多くの皆さんに助けられました、そして選挙の結果はまさしく議人が白昼でした、その皆さんお一人お一人のその気持ちをしっかり踏まえて、民主党がしっかりと政権交代を担えるだけの政党だ。 国民の皆さんに思っていただけるように公平公正そしてなおかつしっかりとした戦いを安倍自民党とやっていきたいと思いますどうか皆さんよろしくお願い申し上げますありがとうございました大きな拍手をお願いいたします皆様ありがとうございます 全国の皆様、ご覧いただいた通り、皆様のご支援に支えられ、新しい民主党の代表が決定し、就任いたしました。ししまそれでは皆さん、国民の期待に応える民主党再選を目指して、い,いですか頑張ろう